皆さんこんにちは。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。ガーデニングチャンネルの奥山茂です。このチャンネルは四季折々の花々のご紹介や庭作りを通して園芸やガーデニングの楽しさを皆様と分かち合っていこうというチャンネルです。今回はガーデニングラジオです。普段は庭作りの様子ですとか、庭作業をまとめた様子、あるいは花々のご紹介などをさせていただいているんですが、週に1回ぐらいのペースでこのガーデニングラジオというものをお届けしております。私の庭の花々を映像で映しながら、その日の誕生花のご紹介や誕生花にまつわるストーリーの話、あるいはガーデニングや季節の話だったり、ちょっと前向きになれる言葉のご紹介だったり、私の身の回りに起きた皆さんに聞いてほしいなと思った出来事の話だったりをゆるーくお話しさせていただく番組です。ラジオですので耳だけでも楽しめる内容にはなっているんですが、よろしければ映像も一緒にご覧いただきながら楽しんでもらえたら嬉しいです。普段は朝のガーデニングラジオとして朝お届けすることが多いんですが、ちょっと週末立て込んでおりましてなかなか時間が取れなかったものですから、この時間に今回はお届けしております。今日7月18日海の日の誕生花はマリーゴールドです。本日誕生日をお迎えになった皆さん、おめでとうございます。この誕生花にはいくつか種類があるんですが、今回はマリーゴールドについて少しお話をさせていただきたいと思います。私の庭にも何株か元気に花を咲かせています。種から育てたマリーゴールドもあります。このマリーゴールドはこれからの季節主役の一つでもありますし、割とポピュラーな花ですよね。でもマリーゴールドっていう名前の由来って皆様ご存知ですか？私も知らなかったので今回調べてみたんですけれども、マリーゴールドっていう名前の由来は、このマリーゴールドのマリーはですね、聖母マリアのことらしいんですね。で、聖母マリアの祭日にこの花が咲いていたっていうことから、聖母マリアの黄金の花という意味でマリーゴールドと付けられたっていう説が有力なようです。なんか結構気軽にマリーゴールドなんて言ってましたけども、聖母マリアの黄金の花って言われるとなんかちょっとこう高貴な感じがしますね。マリーゴールドの花言葉ですけれども、花言葉にもいくつか種類はあるんですが、全般的にはこのマリーゴールドの花言葉は変わらぬ愛とか悲しみっていう花言葉があるようです。またオレンジのマリーゴールドの花言葉は予言、そして黄色のマリーゴールドの花言葉は健康だそうです。最近友人と話をしていると、健康にまつわる話題が増えてきました。やれどこが痛いとか、健康診断の数値がどうだこうだとかですねあの薬がいいとか、こういう運動をするといいらしいよとか、そういう話題が増えてきました。そんな話を笑いながらできているうちは健康なんだと思いますけれども、このマリーゴールドはコンパニオンプランツとしても割と有名です。コンパニオンプランツというのは、一緒に植えるとお互いの性質が影響し合って、病害虫が抑えられたりとか、元気に育つようになったりする植物のことを言います。このマリーゴールドは野菜との相性が割といいようで、トマトですとかナス、ピーマン、シシトウといったナス科の野菜、あるいは大根、カブなどの油中の野菜と相性がいいようです。こういった野菜の株と株の間にマリーゴールドを植えておくと、モンシロチョウですとかアブラムシなどの害虫を寄せつけない効果を発揮するそうなんですが、なぜそういう効果があるのかっていうのは、この辺はちょっと小難しくなりそうなので省きますね。とにかくそういう野菜の株と株の間に植えておくと、お互いにいい影響を与え合うという、そういうコンパニオンプランツであると。
まあ、ついでに言うと、このマリーゴールドの花とか茎を土の中にすき込んでおくと、土の中の線虫なども駆除されるって書いてありました。で、これ人間に置き換えてみると、自分にとってのコンパニオンプランツみたいな人っていますよね。男女問わず、この人といるとなんだかこう元気になれるとか、自分のポテンシャルが引き出されるような気がするっていう人がいます。まあ、コンパニオンヒューマンとでも言うんでしょうか。誰かにとって自分がコンパニオンヒューマンになれていたら嬉しいですし、このチャンネルが皆さんにとってのコンパニオンプランツになれていたら嬉しいなと思います。先週は天気が荒れましたね。今週も予断を許さない状況にはなっているかと思うんですけれども、皆さんの地域は大丈夫でしたか？私が住んでいる埼玉はですね、結構降りました。気象予報士の端くれとしてちょっとだけお天気の話もさせていただきますけれども、私が住んでいる埼玉県の飯能市というところがあるんですが、その飯能市も結構降ったんですけれども、飯能からほど近い鳩山町っていうところはですね、6時間で観測史上最大となる 352.5 ミリの降水量を観測しました。これは7月1ヶ月間の平年の降水量の2倍近くになる量です。その量の雨がわずか6時間で降ってしまうっていうのはすごいですよね。よく天気予報とか見ていると、降水量は何ミリでしたっていう話があると思うんですが、今回の鳩山町の降水量 352.5 ミリっていうのは、センチに直すと35センチぐらいなので、まあバケツ1杯分ぐらいのなんかこうイメージがあるんですけれども、降水量を見た時に考えなきゃいけない、イメージしなければいけないのは、雨は点で降るのではなく面で降るっていうことなんですよね。なのでバケツ1杯分っていうイメージじゃなくて、この352.5ミリ、35センチの水が面で降ってくるっていうふうに考えた方が、多分その凄さというか危険度がわかると思います。かなりの水の量が一気に川に流れ込んでいく、プラス相当土の中にも水が溜まっている状態なので、土砂崩れとか河川の氾濫とかですね、時間差で来るので、油断せずにお過ごしいただければと思います。自然の力というのは本当に圧倒的ですからね、気をつけましょう。でも最近の天気は極端ですよね。ずっと雨が降らないと思ったらずっと大雨が続いたりと、極端な天気になっているんですが、これは私個人的な考えなんですけれども、よく最近気候がおかしいとか天気がおかしいとかっていうじゃないですか。でもそれって気候がおかしいっていうよりは、地球が一生懸命バランスを取ろうとしているっていう表れなんじゃないかなって私は思ってます。大気の状態が不安定になったものを安定させるために大雨を降らせたりとか、何らかの影響で気圧の差が大きくなってしまったところを気圧の差を緩めるために風を吹かせたりとか、これは風っていうのは気圧差が大きいと強いだけではなくて、地形の関係とかもあるので一概には言いませんけども、強風とか大雨っていうのは崩れてしまっているバランスを一生懸命地球が取り戻そうとしてもがいているための、現象なのかなと思ったりもします。この極端な天気が地球温暖化の影響なのか、そもそも温暖化というものがあるのかどうか、この辺は専門家の意見も分かれるところなので何とも言えないんですが、穏やかな地球であってほしいですよね、いつまでも。とはいえ
これからの季節は猛暑あり、ゲリラ豪雨ありと、花々にも人間にも厳しい季節になります。ゲリラ豪雨の前兆としては、巨大な積乱雲が発生して空が暗くなったりとか、雷の音や光が確認できたり、冷たい風が急に吹いてきたりっていうものがありますので、そういう前兆が現れたら、安全な場所に避難できそうだったら避難していただいて、地球がバランスを取り戻してくれるまで待ちましょう。ではここで今朝のガーデニングリポートを少し。今年初めての風船カズラの実ができました。この風船カズラっていう植物は、このチャンネルでは結構もう名前が出てきているんですが、ガーデニングチャンネルを始めた最初の動画が風船カズラの種をまこうという動画でした。私にとっても思い入れのある植物で、今年もたくさん風船を浮かべたいなと思っております。あとはペチュニアですとかマーガレットの切り戻しをしたので、その切り戻しをした枝を使って挿し芽をしています。それと三次草が咲き始めています。三次草っていうのは、名前の通り三次頃に花を咲かせるんですね。不思議ですよね。3時頃に花を咲かせるので、この映像は朝の映像ではなくて、前の日の3時頃の映像になります。この三次草は多肉植物で、生命力は結構強くて繁殖力も強いはずなんですが、私の庭ではなかなか繁殖してくれなくて、今ここにあるだけなんですね。ちょっと植え替えなども考えていて、環境を変えたところで増やしていこうと思っています。そして今週のサンビリーバブル、今週はですね、前回が43輪で7輪植えまして50輪になりました。節目の50輪です。とはいえゴールは1000輪ですからね、あと950輪咲かせないといけません。前回も少しお話をさせていただいたんですが、やや元気がないんですよね。葉っぱの色が悪かったりとか、花が小さかったりとか。で、今週ですね、先週、葉っぱの色が悪くなっているものは、結構取り除いてみました。皆様からもいろんなアドバイスをいただいて、本当にありがとうございます。皆様からのアドバイスも生かして、なんとか千輪咲かせたいです。先日意外なことを知ったっていう経験をしたので、ちょっとお話をさせていただきたいと思うんですが、地元の駅の近くでですね、ちょっと喉が渇いたのでなんか飲もうと思って自動販売機の前に行ったんですね。そうしましたら、私が住んでる町は埼玉県の飯能市っていうところなんですけれども、その自動販売機の中に奥武蔵源流飯能水っていうですね、水が売っていたんですよ、ペットボトルで。奥武蔵源流飯能水、なんか美味しそうだなと思って。飯能水って、このペットボトルの飲んだことないから、ちょっと試し飲んでみようと思って買ったんですね。で、それがまた美味しそうなパッケージなんですよ。飯能の奥の方に名栗っていう場所があるんですけど、自然豊かな場所なんですが、おそらくその名栗の新緑、木々がこう青々と茂っている木々の間から清流がこう流れているような写真のパッケージなんですね。で、その中央に奥武蔵源流飯能水って書いてあって美味しそうなんですよ。で、それを買ってですね、蓋を開けて飲んでみたら、まあなるほど美味しいなと思って、こうまろやかな口当たりと、それでいてこうちょっとキレがあるような、とても美味しい水だったんです。
あ、美味しいなと思いながら何気なく成分表示を見てみたんですね。そうしましたら原材料名水って書いてあって、かっこ水道水って書いてあるんですね。ん？水道水？と思ってよくよく見てみたらですね、飯能水は名栗の山間地を流れる入間川の源流の水を取水する水道水から製造しましたって書いてあるんですよ。まあ勝手なイメージだったんですけれども、源流飯能水って書いてあったんで、こう源流の沢の水をそのままペットボトルにこう詰めて、でこう蓋をして売ってるんだなみたいなイメージだったので、水道水から作られてるんだってちょっと意外だったんですね。でよくよく考えてみたら、飯能の水道水ってうちの水と同じじゃんと思ってですね、で試しにペットボトルを持ち帰って、私の家の水道水をペットボトルに詰めてですね、飲んでみたんですね。そしたらまろやかで、それでいてキレがあって同じような味がして美味しいんですよ。なんか損したような気分でもあり、得したような気分でもあり、パッケージってやっぱり大事だなと思いました。今までは家の水を飲んでもそんなにこう美味しいなって感じることはなかったんですけれども、この奥武蔵源流飯能水のペットボトルに入れただけで美味しくなるんですよね。なのでこれからですね、積極的に自分の家の水道水を飲んでいこうと決めましたっていう余談中の余談でした。失礼しました。では結びに今日の言葉です。今日ご紹介する言葉は、私が葬儀の現場で聞いた言葉です。亡くなられた故人様と親しくしていたご友人が弔辞でおっしゃってくださった言葉です。その言葉というのは、報恩感謝という言葉です。報恩感謝。報恩とは恩に報いること、恩返しをすること、そして感謝とはありがたく思って礼を言うことという意味です。その方は弔辞の中で故人様のことを一言で言うと、あなたは報恩感謝の人でしたっていうふうにおっしゃってました。いつも周りの方への感謝の気持ちを忘れなかったという故人様。何かあるとありがとう、ありがとうって言ってくださったそうです。ありがとうが多い人生って素敵ですよね。このありがとうっていう言葉はとてもいい言葉だと思うんですが、私はちょっとこう照れくさいなって思うこともほんの少しあるんですね。なので素直にありがとうって言いたいんだけど、どっかで照れくささもあったりして、まあ、まだまだだなと思っています。でもありがたいなって思うことは本当に多いです。例えば日々仕事をさせていただいていることも本当にありがたいです。私は、司会の仕事とか喋る仕事をしているんですけども、2年前ぐらいですかね、コロナが始まった頃、本当に仕事がなくなってゼロ件になっちゃって、これどうしようって思っていた時期に比べたら、今はだいぶ復活してきてくれて仕事をさせていただけているので、その状況も本当にありがたいなと思いますし、何よりこのチャンネルをね、見てくださっている、聞いてくださっている方々、本当にありがたいと思っています。くだらない話も多いし、ガーデニングもね、素人が頑張ってやってるので参考にならないことも多いんだろうかななんて思いながらもやってますけれども、それでもこう応援してくれて、参考になりますなんておっしゃってくださって本当にありがたいと思ってます。皆さん、いつも本当にありがとうございます。
これからもお互いありがとうが多い人生を歩んでいきましょう。ということで、最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。これから夏本番、暑い日が続いていくと思いますが、熱中症に気をつけてお過ごしください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。